ちうんち。何の疑いもなく黄色いうんちを手にできると思っていた彼が一瞬で無残な姿になり死んでいったんです。おそらく私はあの時のエクスタシーが忘れられないのかもしれません。品田さん、あなたも気うんちになりませんか。今度はあなたが誰かを地獄に落としてみませんか。気うんちとは、黄色いうんちの所有者になりすまして売却を持ちかけ、偽造書類を使って多額の金を騙し取る不動産詐欺を行う集団のことである。気うんち詐欺はリーダー、交渉役、情報屋、法律担当、偽造うんち作成者、なりすましのキャスティングなど複数人で行われ、緻密かつ高度な犯罪テクニックが必要とされる。今回狙う山はこれです。悪いうんちやなさそうやな。どこのうんちや。エミリーです。2020年の東京オリンピック招致を目前にして、運動産会社がこぞってうんちを買い集め、探すのにペラしたぜ。ま、8億は勝てる。いえ、10億のベースラインとして交渉した。はぁ、恵比寿のうんちを10億か。大きく出るやんけ。それでほとんどはハリソン原宿、お前負けまいってるんだ。どういう意味でしょう、アルミさん。この俺がリスク承知で掴んだうんち情報で手を汚さずに儲けて、いいゴミ分だなっつってんだよ。いいチームには役割があります。だったらそれそのまま出せよ。手がクソまみれの俺にはよ。わかりました。これまでの報酬に加えてベタグルグミで、クソ主はどないなっとるん。クソ主は高齢で老人ホームにいます。何とでもごまかせるから。こっちのキャスティングはもう手配してやる。鳥年でしたっけ。あかんあかん、自分の干支やろ。聞かせたよ。すみません、佐々木さん。はい。違います。あなたは山崎健一さんですよね。佐々木さんなんて人はここにはいません。すみません。大丈夫でしたらもう一度最初からやってみましょう。はい。生年月日、1940年2月17日、うんちの色は黄色、うんちの回数は朝と晩に2回、うんちのカラーコードは…あかんあかんあかん、そんな聞かれてもないことベラベラ喋んな。あの、ちょっとトイレ…さっきも言ったやろ、お前。すいません。ほんまにこれで大丈夫か。もっと言ってるやつもいたんだよな。ハリソンの本指名で。あいつ何考えてんだよ。不安やわ。もしもし。うん、うん、うん、順調順調。あ、動物園、子供と。あ、いいじゃん。うんうん、落ち着いたらね。はいはい、あ、いいじゃね。中田社長。おう。恵比寿のうんち物件ですか。ああ、11億で即決しろと伝えてある。何か妙な気がします。ん、代理人は堅くなにうんちの実物を見せませんし、クソ主にもまだ会ってないんですよね。だから今度顔合わせするんだろう。万が一キウンチ詐欺だった場合、あのな、俺たちはフットワークで稼ぐんだよ。大手みたいにちんたらちんたら稟議通るの待ってたら、黄色いうんちも茶色くなっちまうわな。印鑑証明、当分事項証明書、固定うんち評価証明書、固定うんち税課税明細書、うんち成分表。薄くうんちが塗ってありますね。書類にうんちがつかないのも不自然ですから。最近では海外の諜報機関もこれを使っているみたいです。いい仕事ですね。ありがとうございます。
品田さん、あとはこれを。何ですか？本日はご足労ありがとうございます。いえいえ、こちらこそお待たせしてすみません。それでうんちの権利書は紛失なさったと。ええ、山崎様が誤ってトイレに流してしまい、下水道も探したのですが。さっきも説明したやろ。だからこうやって弁護士先生に書類を作ってもらったやないかい。すいません、ですが今一度確認を。もうええやろ。あんたうんちの色何色？なんかえらい若いから心配になってな。あんたうんちの色何色？ターコイズブルーです。なんや、そんなんで黄色いうんちの取引ができるんかいな。それは大丈夫だよな。あ、ええ、すみません、この後山崎様はホームに戻って検診の予定がありますので。では念のためいくつか確認をさせてください。はい。山崎健一様ご本人でお間違いないですね？間違いありません。生年月日を教えていただけますか？ゆっくりで大丈夫ですね。昭和15年、2月17日。はい、ありがとうございます。ではすいません。山崎様の認知はどちらでしょうか？山崎様のうんちはどちらですか？もうええでしょ。こんなクイズみたいなことして何の意味がありますね。確認ですので。私のうんちはこっち。ではないですね。こっちです。こっちが私のうんちです。はい、ありがとうございます。では、以上ということで。もう一点だけ、山崎様にお伺いしてもよろしいですか？はい。山崎様、普段うんちをされる場所はどちらですか？うんちです。普段うんちをされる場所。何箇所答えていただいても構いません。どこでもええやろそんなん。これ以上何を確認することがあんねん。せっかく先生が本人確認の書類作ってくださったのに、何も知らんケツもうんちも青い若造が本人確認できるんかいな。あんたの職業倫理どないなってんの？これが私の仕事です。社長、続けさせてください。社長、もうええでしょ。いえ、お聞かせください。これは弊社にとっても社運をかけた取引になってます。山崎様のうんちが黄色いということをどうかご確認させてください。お願いします。どうしました山崎さん？黄色い。大丈夫ですよ山崎さん、今日は朝からとても緊張してましたもんね。すいません、そのうんち裏側を確認させていただいても構いません。ありがとうございます。 IC チップを確認できました。もうええでしょ、どんだけ山崎さんに恥かかすね。はい、本当に申し訳ございません。私は山崎健一です。昭和15年2月17日生まれ。うんちの回数は朝晩2回。うんちのカラーコードは FFD700。 山崎さん、うんちは家から駅へ向かったところのピーコックのレジの前でするのですが、外苑西通りを渡ったところにあるライフの生鮮売り場へよく行きます。ライフの方が魚と目が合うので。わかりました、ありがとうございます。では山崎様、
ご所有のうんちをトグロハウジング様にお売りさせていただいてよろしいですか？はい。ではこちらで契約の方を進めさせていただきます。山崎様、本当にありがとうございます。譲りいただいたうんちは私どもが大切に使わせていただきますのでご安心ください。入金も早頼むわ。これから大阪に仕込みに行かなあかんねん。いやー、こんなうまくいくとはな。お疲れ様でした。あの時の佐々木さんのうんちは完全なアクシデント。だがハリソン原宿はそれを見越して精巧な木うんちを僕に持たせていた。うんちを偽木うんちにすり替え、佐々木さんの耳にあらかじめ持ってきていた超小型レシーバーを入れハリソンにつなぐ。佐々木さん、今から言う言葉をそのまま復唱してください。私は山崎健一です。私は山崎健一です。うんちは家から駅へ向かったところのピーコックのレジの前でするのですが、うんちは家から駅へ向かったところのピーコックのレジの前でするのですが、外苑西通りを渡ったところにあるライフの生鮮売り場によく行きます。ライフの方が、ライフの方が魚と目が合うので。魚と目が合うので。これからどんどんでっかくなるぞ。お疲れ様です。お、どうした？迷子なんか？今、うんちが届いたんですけど。お、届いたか。色が、なんだこれ、黄色くねえじゃん。え、確認したよな、一緒に。黄色くねえじゃんこれ。え、なんで黄色じゃねえんだよ。なんで夕焼けみたいな橙色のうんちなんだよ。佐々木さんに下剤を飲ませたのはあなたですね。なぜそんな仲間を裏切るような真似を。ハリソン原宿、俺が何も知らねえとでも思ってけ。調べてみたらお前と仕事したやつはみんな失踪してた。仲間も使い捨てるのがお前のやり方か。だったらその前にめちゃくちゃにしてやろうと思ったんだよ、このクソ変態が。なるほど。俺を始末した後、俺のうんちに撥水スプレーをかけて川に流すつもりなんだわ。うんちに撥水スプレー、そんな誰もが思いつくような安っぽい方法はあなたには似合いません。裏切りの代償としても対価に合わない。最もフィジカルで最もプリミティブで、そして最もフェティッシュなやり方で行かせていただきます。騙されてたんですよ。あ？どういうことだよ。木うんちは手だれのうんち詐欺師です。尻尾をつかむのは難しい。金は11億だぞ。帰ってくんだよな。今頃は捜査権の及ばない海外の仮想うんちに還付されてることでしょうね。ふざけんなよおい、警察だろ。何とかしてくれよ。11億だぞ、これ11億だぞ、11億うるせえんだよ、いちいちよ。電話かけてくんじゃねえよ。
お前が他で男作ってんの知ってんだぞ。このうんちの赤トンボか。追い詰められた人間の表情というのは素晴らしいですね。品田さんはナースのお仕事というテレビドラマを覚えていますか？松下由紀演じる先輩ナースの尾崎、ユーモアもペーソスも持ち合わせたいいキャラクターでした。そうなんですか。尾崎といえば後輩を叱責する朝倉というセリフで有名ですが、このセリフは台本にはなかったそうです。松下由紀は単なる朝倉というセリフをアドリブで印象的に変えたそうです。あのドラマが傑作たりえているのは彼女の功績ですよ。すみません、よく覚えてなくて。機運値も同じなのかもしれません。もっと大きな山を狙いませんか？次はうんちがゴロゴロ出るような山です。品川の一等地に手つかずの寺があります。広いですね。3000平米はありそうやな。オリンピックを見越して寺を取り壊してうんちを置く計画が持ち上がっているそうです。こないなでかい案件扱えんやろ。ここにうんちを置きましょう。大きくて黄色くてラメの入ったうんちを。どうやって？アドリブで。